い、皆さんこんにちは、ワナリングルビッシュです。では提督の決断続きをプレイしていきたいと思います。で、前回最後ですね、作戦目標として中部太平洋を攻略するという目標がありましたので、今回はですね、この小笠原からさらに先へ進んでいくというところで作戦を進めていきたいなというふうに思っています。では早速なんですが、今だとですね、少しばかりお金に余裕があるという状況なので、先に一旦諜報活動等々をしておきたいと思います。逮捕されたりしてますからね。やっぱり同行しておきたいのは中部太平洋ですよね。あとアリューシャン、ミッドウェイ、ハワイ。ちょっとお金をだいぶ使っちゃってますが、このあたりはしっかりやっておきましょう。で、あとはですね、兵器開発なんですが、艦型の開発どうかな。これ63機しか搭載できないってなってるけどね。一応日高を開発しておいて、あとはですね、技術開発ですね。ここは常々上げていった方がいいところにはなるので、上げていきましょう。ここもね、前回作戦がうまくいった影響でお金が多少余裕があるという状況ですので、このお金に余裕がある状況をうまく使っていきましょう。で、あとは艦隊の移動ですね。何はともあれなんですが、マラッカ海峡に今戦力を少し集めておきたいので、今マラッカは、第8艦隊と第15艦隊か、どっちにしてもちょっと戦力的に寂しいというか怖いというか、そういう要素があるんで、ここは第6艦隊ですね。第6艦隊をマラッカへ移動させて、同時にドック入りもできるのでいいでしょう。で、第13艦隊なんですけど、これは一度日本に戻しましょう。いや、トラック沖に進出させて、トラック沖でドック入りした方がいいかな。もう戦力はですね、国境付近というよりかは敵が入ってくる可能性のある場所に集中させた方がいいと思うので、第14艦隊、これは駆逐艦艦隊か。駆逐艦艦隊はちょっと一度日本に戻して再編しましょう。で、今第1艦隊がトラック沖でしょ。ここはどうなってるかというと、勝破の状態がまだ治ってないか。トラック沖12週間もかかんの？戦艦伊勢の回復に。厳しいね。沈まなかっただけ良かったって考えた方がいいのかな。第2艦隊もトラック沖でしょ。で、第3艦隊がラバウルにいるんで、このラバウルにいる艦隊、どうなのかな。オーストラリア沿岸を取りに行きますか。そしたらオーストラリア沿岸はかなり大きいんで、あとは敵の動きがちょっと読めないっていうのが怖いとこなんですよね。そしたらちょっとここは少し怖さもありますが、まだまだ戦える戦力が揃ってるので、第3艦隊、第4艦隊、第10艦隊を持ってオーストラリア攻略に入りましょう。ハワイまでなんとかね、一気に取り切りたいなという思いはあるんですが、それもちょっとなかなか正直難しいかなというところもありますからね。で、第6艦隊はセレベスか。
第6、第13艦隊もいいよね。で、第7艦隊は今、日本母港に帰っていて、第8艦隊が、これって戦力的には、もうこの程度だよね。なんで、第15艦隊は、小笠原に移動させましょう。で、第8艦隊は、まあ、このままマラッカにいさせりゃいいか。いやいや、ちょっと待ってね。第15艦隊って、このままマラッカにいた方がいいよね。第15艦隊潜水艦隊なんで、哨戒活動に出させましょう。出させましょうっていうか、出てもらいましょう。で、第9艦隊がレイテにいるんだな、今。第11艦隊の様子は、まあ、これ駆逐艦か。第9、第11もかなりしょぼいよな。言い方悪いけど。第9、第10はしょぼいですね。で、第10艦隊は、この後、ソロモンへ進出。で、第13艦隊、第14艦隊戻します。第15、第16は潜水艦隊というとこですね。そしたらお金、アルミにどんくらい余裕があるのかな？ちょっとアルミの余裕を見て、高級機を作っていきましょう。32型。おー、めっちゃ作れるね。これはありがたいわ。で、あとは、97式の艦砲ですね。これもたんまり作りましょう。で、生産が完了して、次のターンで空母が多分出来上がるはずなんで、空母の到着を待って、空母を持って攻撃に移りましょう。そしたら、ちょっと中部太平洋に哨戒活動に入ろうかな。どうしようかな。第7艦隊って従順だけだよね。これでちょっと攻めいるのは危険すぎるな。トラック沖にいる第1艦隊と第5艦隊。第1、第5艦隊が、あと2週間で戦力が回復するんだな。で、第2艦隊はというと、もうこれちょっと戻ってくるのは無理だな。12週間かかるんで。ちょっと一旦だけ送っちゃいましょう、じゃあ。送っちゃいましょうって言ってる間に敵がね。来るよね。連合艦隊沖縄沖、小笠原沖に侵入。まあ潜水艦隊でなんとか敵を駆逐していくしかないよな。まあ間違いなく敵は東側から入ってくるので、まあそこをどうカバーするかですよね。あと沖縄じゃない、小笠原には、飛行機がまあ約50機。なので、まあ数が決して多くはないんで、味方のね。まあどちらかというと、迎え撃つっていう感じにはならないですよね。で、どちらかっていうと潜水艦隊の方も、あーだこーだ動くよりかは、敵発見した？敵発見したって言っても敵の偵察機だな。まあ、こっち方面から来てるっていうのは間違いないね。敵艦発見？敵艦を発見したか。うわ、大艦隊できたな。よりにもよって。ただ空母はいなそうですね。敵の空母は。
さあ、あとは潜水艦隊がどんだけ活躍してくれるかだね。今回初めて出動すると言ってもいい、この潜水艦隊が。いやー、ボッコボコだな、今のところ。ただこちらはあくまでも敵の潜水艦とかね、そういうことではなく、何に潜水艦が沈没したか、こっちはあくまでもね、敵の戦艦を1隻でも2隻でも多く潰したい、そういう思いですからね。いやー、敵の駆逐艦の前に潜水艦が結構やられてるね。いやー、潜水艦隊がボッコボコだな。夜になるともう何もできなくなるからね。敵の空母を発見。敵の空母を発見したけど、空母までたどり着けなそうだな。いや、大艦隊で来たね。それにしても小笠原を取りに。潜水艦で確実に仕留めにはかかってるけどね。潜水艦隊が全滅したな。いやー、小笠原が落とされるね。これ確実に。この艦艇数半端ないな。さて、どうしたもんかな。もうこの小笠原は落とされるのは時間の問題として、小笠原の後ですよね。もう考えなきゃいけないのが、2個艦隊が一瞬にして消滅したな。潜水艦隊はもうちょっと足が速い艦隊、というか、なので潜水艦自体もう一度設計し直す必要がありますね。ちょっと足が遅すぎて、敵の駆逐艦の前に、まさに駆逐されていってしまったんで。やられたね、小笠原決戦。
味方の艦隊を全滅か。敵艦はというと、戦艦コロラドが中破、ペンシルバニアが大破、レンジャー正規空母が大破、ミネアポリス従順が大破。あとは、駆逐艦クラスですね。撃沈してるのは。味方のは潜水艦隊が全滅。第12艦隊も全滅ですね。いやー、厳しい戦いだったな。さあ、ソロモン沖ぐらいは、綺麗に勝ちましょう、そしたら。ここにしかないんだね。しかも、少ない。で、敵の艦艇の数も少ないと。まあ、これはほぼほぼ問題がないかな。しかも、南雲さんだ。さあ、あとは敵の航空基地までの航続距離が確保できたら、そのまま航空機体を発艦していきましょう。そしたら時間軸を早めちゃいましょうか。特に敵艦隊もいなそうな気配なので。敵の偵察機に発見されたか。まあただ敵の航空機の数はね、かなり少ないところまでは確認済みなので。まあ、駆逐艦はね、ちょっと正直出番はないかなって感じですよね。さあ、日没が近づいてくるんで、日没になったらさすがに駆逐艦とはいえやることがないんで、敵の航空基地に張り付きましょう。
まあ、戦艦は一隻たりとも失いたくはないですからね。次の航空隊の発艦の準備をしておきましょう。空母が、まあ、6隻あればやっぱそれなりに攻撃力は発揮してくれますよね。いや、飛行機がめっちゃ殺到してるな。待ってくれ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 。これはまずいぞ。戦艦が沈められるのは避けたい。戦艦が沈められるのだけは避けたいですよね。なので空母から再び攻撃隊を出しましょう。これで決まるんじゃないか、むしろ。よし、航空隊が発艦したぞ。いやー、飛行機強いわ、やっぱり。単純に飛行機強いですね。第3次攻撃隊で決まりだな。よし、ソロモンは、まあ、いくつか艦艇を失いましたけど、まあ、無難に勝ったかなって感じですね。まあ、やっぱ空母は強いですね、特に敵の攻撃戦に関しては。よし、空母2隻、さらに正規空母2隻が出来上がったな。さらに潜水艦が3隻。ただ次、日本近海に迫られてるの？日本近海って今艦艇いないもんね。まあ、第14艦隊をとりあえず日本近海に移動させつつだ。いやー、結構厳しいな、こうやって見るとね。とりあえず今、小笠原には敵の艦隊はいないと見ていいんだな。で、中部太平洋は第14艦隊がいる。小笠原沖の動向が分からなくて怖すぎるな。はい、というわけで、ちょっとね、キリがいいので一旦ここで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で、動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。